それで今日は何遍も同じことを言ってますけれども、シャシー運動性能の基本っていうのはさっきも言ってましたようにタイヤの性能です。タイヤの性能で決まります。したがってタイヤの特性を理解してそのタイヤが持つポテンシャルを走行時にフルに発揮できるようにするというのが、まあ、この取り組みの最大のポイントです。それでそういうことの基本になるのはやっぱり車っていうのはやっぱり物理の法則に忠実にできてると、できてることが大事だということで、いかに軽く作るか、それから重心高を低く作るか、それから溶感性モーメント、垂直軸周りの溶感性モーメントを小さくして、それから前後輪の荷重配分、50-50 か、学生フォーミュラーならフロントの方が少し軽いかもしれませんけども、そういうようなバランスを取ると。そしてタイヤの性能を使い切るということで、もう3遍目ぐらいですね、橋の性能基本はタイヤだよということと、あとは皆さんはその車を部品を作るときにデータを取って、データが良ければそれでいいというデータ至上主義ではなくて、やっぱりまあ現物を現場で見てそれで評価をするという、まああの現場、現物、現実という3つの弦というものを大事にしてもらいたいなと。要するに頭でっかちにならないで、ものを見て理論と実際とがちゃんとリンクするエンジニアになってほしいなというふうに思っています。それで皆さん、その車っていうのはどうやって曲がるか分かります？ハンドル切るから曲がる、まあ、ハンドル切るから曲がる、うん、じゃあハンドルを切るっていうことは実際にサスペンションにどういう仕事をしているのか、でハンドルを切ってサスペンションを返してタイヤにどういう力が働いているのかということで、ハンドルを切って車が横滑りをするとタイヤには進行方向とはずれたスリップアングルというのがつきます。そのスリップアングルがついて、タイヤが滑って、そこで初めてそのコーナリングフォースが出るわけです。このコーナリングフォースが、車にかかる、遠心力に対抗して車が曲がっていくわけです。まあ、あとその後から出てきますけども、皆さん運転していることがあると思うんですけど、同じようなコーナーを時速40キロで走るのと、あるいは100キロで走るのと、どっちが難しいですかね。まあ、一般的に言えばスピードが上がれば上がるほど運転は難しくなります。それはなぜかといえば、コーナリングフォースっていうのは速度に依存しないから。だから40キロで走っても出るコーナリングフォースと100キロ出るコーナリングフォースは一緒です。だけど遠心力は違います。だから高速になればなるほど運転は難しいと。だからドライ路面ではコーナリングフォースは一定です。ただし今度はじゃあウェットの路面を考えてみましょうと。ウェットになるともっと皆さん運転は慎重になると思いますけども、まあコーナリングフォースは速度にかかわらず一定だと言いましたけども、ウェットの場合にはややピークのコーナリングフォースは低下する傾向にあります。でも立ち上がりは変わらないんですけどね。だからウェットの時はより慎重に運転するというのは物理的に正しいんであって、そういうコーナリングフォースというのはどういう特性があるんだ、それからコーナリングフォースがじゃあ車が重くなったらどうなるんだ、前輪荷重が増えたらコーナリングフォースはどうなるでしょうか。一般的に言えばコーナリングフォースは増えます。それから
じゃあ、旋回しながらブレーキを踏んだら車はどうなるか。例えばそれはタイヤが出せる力っていうのはこの摩擦炎で前後左右一定の力しか出ません。それを駆動力で使うかサイドフォースで使うかあるいは制動力で使うかというようなタイヤの摩擦炎というような概念があります。これはね、この今ガイドを持ってる人いたら、121ページを開けてみてください。来年はこのスライドの中に入れておきますけども、今年はとりあえずこの121ページを見てもらうと、ここにタイヤの摩擦炎というものの概念が書いてありますので、これは後でよく見ておいてください。それからさっき言いましたタイヤの路面の摩擦係数、摩擦係数はタイヤの接地面圧が小さいほど大きいということで、皆さんは割とどちらかというと幅広のタイヤを使うという傾向にあると思います。ということで、今言ったのがここにあるタイヤの基本特性みたいなものですね。それと輪荷重変化とタイヤの特性がどうなるかということを理解してくださいということと、あとはタイヤの中に実際に選定する際にはほとんど皆さんの場合にはフージアのタイヤのサイズで決まっちゃうのかもしれませんけれども、ホイールサイズっていうのは何インチのホイールを使うか、10インチにすれば軽くできるかもしれないけどもブレーキローターが小さい、あるいはブレーキはインボードにすればもっと大きいのを使えるかもしれませんね。あとはそれから摩擦係数の面で見ればタイヤは大きい方が得だけども、バネ下の重量増加だとか回転のイナーシャが増えるというような跳ね返りがありますと。それとあとはタイヤの空気圧はタイヤの特性を踏まえた上で選んでもらえばいいんですけども、念のためそのタイヤの空気圧によってタイヤが支えられる荷重というのがありますから、その負荷率といいますけども、その自分の前輪荷重とタイヤの支える荷重がちゃんと共用荷重の中に入っているねということは忘れずに見てもらいたいなと思います。でここにあるのがこれはブリヂストンさんはもう今やめちゃったんで、こんなところで13インチのタイヤでフージェだけが10インチがあります。それでこれはタイヤの特性を勉強してくださいという前に、タイヤってこういうような、構造でできてるんだということを図解してあります。これは生産者のタイヤの構造を書いてあります。それでこれがさっき言ったようなタイヤの特性で荷重とコーナリングパワーっていうのは、コーナリングフォース、単位角あたりのコーナリングフォースをコーナリングパワーと言ってますから、コーナリングパワーをコーナリングフォースと読み替えてもらっても別に構いませんが、荷重によってどう変わるかということが書いてあります。それから荷重変化と、セルフアライニングトルクみたいなものがどういう関係にあるのか、それからこれはタイヤの縦バネ乗数ですね、これはどういう特性にあるのかと、それから横バネ乗数がどうなっているのか、それとあとはタイヤの転がり半径ですね、動半径がどういうふうに変化をしているかということを書いています。ですから
今言ったようにタイヤの特性っていうものはどういうものかというものを理解をして、それでタイヤの特性をさらに最大限に発揮できるような、設計をしてください。それと実際に設計が終わった後で、じゃあそのタイヤをうまく使えてるのかというような観察をすることによって自分の設計の良し悪しというものも分かりますということをここでは言っています。で、これでタイヤから得られる情報は何かというと、タイヤの温度、それからタイヤの摩耗状況が分かります。これはタイヤの表面にゴムのカスがついたものは削り取って、それで表面をよく見て変摩耗があるかないか、それからささくれがあるかないか、まあ、これは主にサーキットを走行した場合なんかを想定して書いてますけども、だいたい10周ぐらい走ればそういうサスペンションが、例えばアンダーステアが強ければささくれ状況が出てくるというような兆候が出てきます。それと3番目がドライバーのコメント、温度とタイヤを見ることとドライバーのコメント、この3つがタイヤから得られる情報のすべてです。それで、皆さん方は自分の設計が良かったかなというような判断をしなきゃいけない。それともう一つはタイヤの特性として、タイヤの温度と摩擦係数のこっちが高くなった場合に、それから摩擦係数はこっちが高い方になります。で、温度は、タイヤメーカーさんの比中の比で教えてくれませんけれども、だいたいこういうふうになるのが70度から80度だと。これはただし外気温だとか、コースレイアウトによりますけども、とにかく、だいたいさっき言ったようにタイヤの温度を測ってごらんなさいといったときに、70度から80度になっているのが望ましいということになります。それで走行中にこうなっているのが望ましいということで、ピットで計測した場合には40度から50度ぐらいかもしれませんと。要するに計測ラップを終わってピットに戻ってくるまでにだいたい 2,30 度下がりますと。だからタイヤ温度を測りたいときは全開走行が終わってもなるべく早くピットに戻ってきてもらうということが大事だということを言っています。で、これはデジタルの温度計があります。それからタイヤの温度を測定する場合には、外側、中側、内側とありますけど、だいたいこの3箇所で、だいたい低い方から測りなさい。これは計測の常識だと思います。外側、中側、内側がだいたい温度が上がる傾向にありますと。で、ただしここだけが非常に高い場合には内圧が高すぎませんかということを言っています。それでこれはいわゆる生産者のタイヤのキャンバーを一度つけた時のタイヤの表面温度が、これは3つ分きれいにバランスをしてますけども、スリッパングをつけると内側の方がやや温度が高くなるという傾向にあるということは分かると思います。それからあとはこれはタイヤとラップタイムということで、最初ボーンアップが済んでタイヤの当たりが出てきて、7周ぐらいまでがおいしいとこですかねということを言っていますと。それからここはなるべくタイヤの評価をするときには同じ場所で同じドライバーで同じ条件で走るということが大事だということを言っています。それで例えばタイヤの特性を見るようなときにサスペンションのセッティングなんかを変えるような場合にはパラメーターは一つずつ変えてくださいと。そうじゃないとそのパラメーターの寄与率が分かりませんので、2ついっぺんに変えたらどっちが効いてるんだか分かんなくなりますということを言っています。それからあとはタイヤの使い方というのは条件こういうような
管理が大事で必ずコールドでチェックをしてくださいということをタイヤのプロは教えてくれています。それからサスペンションセッティングが終わった後でタイヤの空気圧の特性でもある程度サスペンションの特性はコントロールできますということで、例えば後輪を固定して前輪を変えることによって、まあ、上げたり下げたりすることによって特性がコントロールできるということを言っています。まあ、ここではタイヤの使い方としては一発のタイムを狙うのは新発でやりなさい、あるいはグリップを長持ちさせるならば、まあ、70-80% の力で走行すればタイヤは長持ちしますということを言っています。まあ、これはBS さんのレースタイヤのレースサービスの方がどういうことをやっているかということです。それでタイヤに関する参考書としてはこういうような本があるので、皆さん本を読みたい方はこれをまず読まれたらいいんではないでしょうかと、いうことをまずご紹介しておきますと。